はい、こんにちは。 TN ジャズギタースクール中村隆でございます。たくさんのアドリブ講座をやっておりますが、今回は一番難しいとされているメジャーペンタトニックスケールの使い方をやってみたいと思います。今回のキーは D メジャーペンタトニックスケールになります。どうしてかと言いますと、楽曲が、パッフェルベルのカノン・イン・デーという曲を取り上げております。この曲は8小節の繰り返しになっております。ループを使ってどんどんアドリブを展開していくというのが今回の、講座でございます。エイブルトンライブ、CK さんを使っております。それからプッシュ2という、パッドコントローラーですね、それを使ってルーピングというかループをしながら解説をしていきたいと思います。では始めていきましょう。クラシックの曲ということで、ギターをガットギターね、に持ち替えました。フィンガースタイルでとりあえず今出ました。カノン・イン・D の D ですね。パフェルベル、アルペジオをまず録音していきたいと思います。まずは、アルペジオ行ってみたいと思います。この 赤いグリッドのボタンを押しますとスタートです。はい、うん。入りました。一回聴きましょうか。糸も簡単に入りました。こんな感じですよね。はい、では、トラックを入れ替えました。それではこのトラックに、メロディーを入れます。はい、行きましょうか。はい、入りましたね。これが通常のクラシカルな演奏でございます。はい、それではギターを少し変えてみました。よくあるこういうアコースティックギターでございます。こちらでちょっと、同じくカノン・イン・デーをやってみたいと思います。はい、グリッドをします。せーの。はい、再生します。はい、入りましたね。ではこれで、同じくちょっとイメージ変わります。はい、赤いグリッドを押しました。せーの。アドリブをしてみましたけど、今の種明かしをいたしますと、10フレットから始まる D スケールです。これを適当に動かしているだけです。もう一つ、一応調整を出すために D メジャーペンタを演奏しています。これはね、これはなんと B マイナーペンタと同じフィンガリングポジションです。はい、もちろん D メジャースケールの場所の中での話ですから、まずこのフィンガリングを練習してください。という感じでアドリブを取っております。リズムが入ってまいりました。
先ほどのギターをこのまま合成しました。ではアドリブしてみましょうか。どうですか、いい感じになってきましたでしょうか。はい、ではエレキギターを持ってみました。ちょっとファンクスタイルの、ファンクスタイルの、カノンやってみたいと思います。まずバッキングトラックを入れます。今度はリズムが入っています。はい、ちょっと聞いてみましょうか。はい、結構、はい、ファンクになりましたね、ちょっとね、先ほどのファンクカッティングに合わせてアドリブをしてみたいと思います。この赤いグリッドを押します。感じになりますけどね、なかなか楽しいでしょう、ガラッと変わりますよね。さあ、では次は何の楽器が出てくるかやってみたいと思います。はい、今度はフルアコを持ってまいりました。これはね、これ見ればわかりますよね、ジャズでございます。ジャズカノンにちょっと挑戦してみたいと思います。ジャズと言いますと、こうフレディ・グリーンスタイルのこう四つ切りがありますよね。ではまずそこからやります。バッキングは四つ切りです。はい、ちょっと聞きましょうか。ではフルアコでジャズカノンお送りします。スタートです。
はい、最後はロックスタイルをやってみたいと思います。このゼマイツスのエレキギターでやってみたいと思います。まずはバッキングトラックを演奏します。はい、赤いブリッドに録音します。はい、聞きましょうか。お、いい感じですね。では、では今度はメロディー、アドリブトラックを入れてみたいと思います。では行きましょう。カノンロックです。赤いグリッドにスタートします。うん、ツー、スリー。こんな感じになりました。これもすべて、ちょっとクリーンでね、このフィンガリングスの D アイオニアスケールと、メジャーペンタ、マイナーペンタも使っております。これだけ覚えればカノンの、メジャーペンタスケールがアドリブできる。はい、お疲れ様でした。また次回、ユニークな楽曲を取り上げて解説したいと思います。では、さようなら。